さあ、以前プレイしたですね、ザ・峠ドリフトキング1980のなんと最新版がプレイできるということになったらしいんですね、はい。前回ですね、僕らこのゲームで相当大盛り上がり、白熱いたしまして、さらにパワーアップしたということで期待値はだいぶ上がってるんですけど、大丈夫ですか？はい、もちろんです。ちなみにどういうところがこうパワーアップしたんですか？もちろんゲームの、はい、その、まあ、車のところだったりもそうなんですけど、今回周回所という機能を追加させていただいたので、ぜひ加納さんに体験していただきたいんですが、周回所、はい、どう真ん中にコミュニケーションありますね、あると思うんですけども、はい、でもありました、ありました、周回所、はい、ここだ。周回所作成でいいのかな。はい、ぜひ作成してみてください。作成、はい、これを周回所作成することによってどうなんですか。あっ、なんだこれ、なんかすげえ広い駐車場に来ましたよ。あ、人いる、あ、人いる、誰だこいつ。この青い車の緑ジャージ、いる、誰かいらっしゃいますね。緑ジャージじゃねえよ、緑のレーシングスーツだよ。小さいですけど声が聞こえてきましたね。なんか今聞こえたね。ちょっとあなた誰ですか。何があなた誰ですかよ。いや、勝手にね、駐車場に入ってきて緑のジャージ着て目立つようにね、駐車場嵐でしょあんた。緑のジャージじゃねえよ、緑のレーシングスーツだよ。そう、何しに来たんですかここに。今僕はちょっと新機能ができたって聞いたから、駐車、あのね、集会所作って作成してどうなのかドキドキしてたらあんたがいたんですよ。あなたは後から入ってきたんですよ。俺は勝負しに来たんだよ。勝負？なんすか勝負って。勝負でザ・峠だよ、ザ・峠。いや、あなたみたいな人、車免許持ってんすか。失礼なこと言ってるね、あんた。免許あるに決まってんだろう。ちょっと待って、なんか嵐が入ってきたよ。嵐が。嵐じゃねえよ。え、誰なんすか。だってさっきからなんか偉そうに言ってるけど誰なんすか。俺は土屋圭一だ。土屋圭一さん。あ、土屋さんすか。あ、すいません。あ、もうすいません、あの普通になんかあの野良でなんか変な人入ってきたのかなと思って。すいません、土屋さん。あ、気に入ってやろうかな。さすがやっぱ緑のレーシングスーツ似合いますね。調子のいいやつだ。あ、土屋さんと、え、これ土屋さんの遠くに離れてても会話しながらゲームを楽しめるってことですか。そうなんだよ、これ新しい機能なんだよね。あ、ちょっと土屋さん、せっかくなんで、あの今からザ・峠ドリフトキングやろうと思ってるんで、こっち来てくださいよ。しょうがねえな、じゃあそっち行くよ。はい、お願いします。じゃあ歩き出そうかな。来た。あ、来た。あ、すいません、お疲れ。やってたんすね。すいません、嵐かなと思っちゃって。遊戯配信では番組 YouTube を開設。放送で使われなかった未公開映像も公開予定。ぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いします。